わざわざ空き巣に来るなんて。役所？事前にメールは言っていたかと思うのですが。銃を下げていただけると助かります。このボディは擬態ですが、予備があまりないもので壊すと怒られるのです。ごめんなさい。捜索中に気がついたら知らない人が部屋に入ってきてたから、てっきり空き巣とかだと。こっちが予定を忘れてたんだし。何か、元ロボみたいなのが来るかと思ってたから。ロボ？いかにも機械みたいなやつ。ご期待に添えず申し訳ありません。すごいね。受け答えがまるで人間みたい。あの、ボディは擬態ですが、対応してるのはれっきとした人間です。その場合、論理的には私が人間であることを証明できませんが。まあ、そうなんだろうけど。もう、年がには人間なんてなんで、機械に乗っ取られてるって話もネットで見かけるから。それは反電脳主義の運動家の人たちのデマですよ。確かに電脳化が一般化して、ほぼ全ての社会活動はオンラインに移行していますが、年に1回くらいは生身の体に意識を戻します。生命維持装置も完璧ではありません。第一、電脳化といってもイメージ的には頭蓋骨を電子機器に変えるだけですから、生身とほとんど変わりません。まあ疑ってもキリがないしね。じゃあ立ち話を飲んだし中にどうぞ。お邪魔します。私は擬態なのでお茶は結構です。え？あ、そっか、人じゃないんだっけ。今時、生身の来客があるんですか。こんなところ、もう何年も誰も来てないけど。そっか、擬態か。どうかしましたか。メールを受け取ったから、お客さんが来るなって思って、食事とかいろいろ準備してた。てっきりロボみたいなロボが来ると思い込んでたのに、おかしいよね。それは申し訳ないこと。全然、こんな平気なところで電脳化もしないで暮らしてる方が今の世の中がおかしいのかな。確かにそうですね。上司から野良人工知能がメールの返信をしているのではないかと言われたので直接参りました。そして本当に生身の人がいてやや驚いています。じゃあ、お互い似たようなものかな。そうですね。ここに住んで長いんですか。うん、もともとはおじいちゃん、祖父が住んでた。私も子供の頃は都市部に住んでたけど。年に何回か生身に戻るって言ってたけど、それだけでも大変じゃない。いや、私たちの生身の体は郊外の施設にありますから、もっと人間的な環境ですよ。それを人間的と言っていいかは、私の価値観に対する大きな挑戦になるかな。で、メールにあったことだけど、私にお仕事を依頼したいって。はい、ただいろいろと伺いたいこともあります。どうぞ、何でも聞いて。あれが昔の捜索機械ですか。うん、地球上にもう3体しか残ってない骨董品。生身の私が電脳化してオンラインの世界で生きている人向けの娯楽を作り出せる機械。
愛称はトゥーランナット。トゥーランナット。私はあなたの存在を知ってから検索して初めて存在を知りました。しかしトゥーランナット、謎かけ姫と何の関係が？わからない。だって俺は音や文字、色付け、とにかくマミの人間の知覚に影響を与えるものを入力して電脳向けの知覚データに変えるそうだ。いわば01000100100、この二進数が表現している絵はなんだっていうようなものじゃない。なるほど、とても生身の人間らしい表現ですね。おじいちゃん祖父は音楽や絵画や小説や映画をミキサーにかけてドロドロの流動色にする装置だって言ってたけどね。今の芸術とか娯楽って音楽や絵画という分類そのものがないわよね。そうですね、小説も音楽も詰まるところを脳が解釈するデータですから。まあそうだよね。ましてや人類の 99.9999% 以上が電脳化してオンライン上で生活している状況です。そして人々の脳に感動や興奮を呼び起こす信号は究極のところデータの組み合わせですから、どんな天才アーティストのひらめきもリソースさえ割けば人工知能を用いて自動で生成することができます。あなたのように未だに手作業でやっている人がいるとはちょっと信じられませんでした。私が生まれるちょっと前まではまだ勘と経験と才能に頼ったアーティストが普通にいるって聞いてたけど、今はそんな感じなんだね。そういうデータも残っていました。しかし技術の進歩は加速度的です。10年前の1年は今の1週間程度でしょう。未だに諦めていないのはあなたくらいのものでは。はあ、じゃあ私がここに引きこもってる間にどれだけ置いてかれてるんだろう。考えるのやめとこ。こちらの装置は？これ？これはこういうやつ。気分転換とか操作する際にやる気を出したり、インスピレーションを求めていろいろな景色を見たりね。ちなみにこれが一番好きな景色。なるほど、さっき私が見たのもこれだったのですね。てっきり電脳が何かのデータを勝手に受信したのかと。 I think I'm saying more than I see here. 結構没入感あるでしょ。もっともあなたのその体が擬態なら没入感の中で没入感になりそうだけど、哲学的ね。But the TV. What's that? What's that? Ah, that's too much. What's all this crap? Books. What are books? 物理的な本も初めて見ました。電脳化してれば何千万文字の本だろうとほとんど一瞬で読めるんでしょ？いいな。というよりも著者の思考や概念をそのままデータ化したものを受け取るので文字を解釈するという行為自体が非常に珍しいです。へえ、でもそうすると誤読とかないんだろうね。それはちょっと面白くなさそう。そうですか。だって難しい本に挫折とかもう一度挑戦したら読めたとか、読み直したら全く違う風に解釈してたとか、そういうのも体験の一つだと思うもの。一冊でいろいろな楽しみ方ができるし、それが解釈の余地というものでしょ。普通はそれを非効率と表現します。生身の人間からするとそんな効率性には情緒じゃない。とするとあなたの作り出す作品がひどく曖昧であやふやでなんとなく意味はわかるがというもどかしさに満ちているのはその情緒というものの表現でしょうか。そうだと言いたいところだけど、単にあそこの装置が旧式なだけだと思うにはあまりにも不明瞭なデータしか生成できないんだよ。第一、生身の私が理解できる絵とか文字とか音とかを入力するしかないから、その時点で制限がある。論理回路の宿命ですね。出力されるものの正確性は入力したデータに依存します。
そこの装置が改良される前に人は電脳の世界に行っちゃったから、私は古びた装置で電脳世界の人々と会話するしかない。だから大昔の恋文みたいなことになっちゃうの。大昔の恋文、どれだけ言葉を尽くしたってこの気持ちをあなたに伝えることはできない。なるほど。とはいえ、あなたの作り出す作品の魅力はそこにあるとも言えます。データを生成する人工知能は総当たり式、つまり本で言えば文字をランダム生成して太古の名著と同じものを作り出そうとしているわけですが、効率化のためデータ生成には方向性を持たさざるを得ません。真にランダムで総当たりというわけにはいきません。しかしあなたは生身の体ゆえにその曖昧性を遺憾なく発揮し、およそ人工知能でさえ思いもよらない領域の意味データを組み合わせることがある。褒められてる。もちろんです。そのためにあなたに創作の依頼をしに来たのですから。あれ？でも、ちょっと待って。人工知能でさえ思いもよらないってことは、私の行動があまりにリアだからってこと？その出来栄えとは別に？ありていに言えば。だよね。とはいえ、何でもいいや。自分の作品が人に届く大きなチャンスだもの。では、お受けいただけ。もちろん。ありがとうございます。で、どんな人を対象にした、どんなものを作ればいいのかな？そのことなのですが、事前に情報を与えればあなたの思考を制限するかもしれないとのことでお答えできません。そうなの？はい。もしも目的を伝えればその目的の方向を向いてしまいます。あなたにお願いしたいのは人工知能でさえ思いもよらない意味データを生成することです。ですから好きに作っていただいて構いません。その結果好評を博せば次のお仕事をということになります。なんか漠然としてて困るけど、その一応今まではテーマを決めて作ってたんだね。こう景色を見て感動した気持ちとか、食事をして美味しかった喜びとか。ああ、なるほど。それであなたの作り出す意味データはどこか懐かしいのですね。懐かしい？電脳空間上で景色を見て感動することや食事をして美味しいと感じることはありませんから。それって本当に人間的な生活なの？技術が進歩するたびに同じ意見がたくさん出たことでしょう。どうせ時代遅れの生身の人間ですよ。ですがあなたの作品を体験した人の影響度にはとても強いものがあります。あなたが生身に根ざした意味データを生成しているからでしょう。しかもその曖昧さやもどかしさはもっと理解したいという欲求も刺激するようです。とはいえあなたの作品群が電脳世界であまり人気がないこともまた事実です。景色を見た感動とか食事をした喜びとかは強度が足りないのでしょう。あなたの作品は些細な感情を無理やり増幅しているようで、そのせいで大衆の関心を引いていないのだと思います。特に電脳世界では文字通り目も覚めるような刺激であふれていますから。でも仕方ないじゃない。そんなに感動するようなことなんてそうそうないもん。そうですか。あなたを観察している限り喜怒哀楽の変化はとても大きそうですが。え？それって情緒不安定ってこと？そうは言いませんが、まあ久しぶりに人と会ってちょっと浮かれてるのかもしれないけど、だって仕方ないじゃない。都市部は生身の人間が住めるような環境じゃないし、オンラインだって生身の人間用のインターフェースなんかほとんどないし、何より情報の流れが流行ってきてついてきないし、かといって世界に残ってる生身の人たちはなんか変な反文明主義みたいな運動家ばっかりなんだもの。今のはまさしく怒りの表現ですね。本当だ。じゃあさ、協力してよ。何をでしょうか。喜怒哀楽をもっと強く体感できるためにだよ。
人工知能の相手だとどうしても機械を相手にしていると思っちゃって真剣になれないけど、あなたはその機体の向こうに本物の人間がいるんでしょ。そうですが、どうしたらいいでしょう。なら、なんだろう、感情で喜怒哀楽だよね。あ、じゃあ喜ばせて、褒めてくれたりしてもいいよ。わかりました。あなたはすごい、あなたは天才だ。わざとだと分かってても、なにこれ、嬉しい、もっとお願い。あなたの作品は素晴らしい、人類の至宝、あらゆる人工知能を超えた存在。頼んでおいてみたんだけど、大げさすぎてバカにされてる気になってきた。それも怒りですね。もしかして怒らせる方が簡単なのかな。ちょっと怒らせてみてよ。では失礼して。バカ、アホ。それだけ？口頭で罵倒するなんてことは電脳空間ではしませんから。じゃあ電脳空間と喧嘩ってどうやるの？殴ることだってできないしね。相手への敵意や蔑みの情報をいかに相手の思考フィルターを突破して送りつけるかの勝負になります。やっぱり感情を無理やり起こすとか無理か。どうしたらいいかな。例えば、あなたの所有物に損害を与えるとかはどうですか？なんかそれは怒るというか悲しいかな。やっぱり怒りってこうもっと争い的な感じだよね。かといって口喧嘩なんて私も子供の頃以来だからな。物理に根ざした悪口だとチビとかデブとか。身体的特徴は遺伝子と環境の相互作用ですから、相手への敵意と関係があると言われても不思議な感じがします。電脳上のアバターでも体型はいろいろです。そうか、はあ、考えたこともなかった。難しいんだな。ああ、もしかしたらですが、昔は身体的特徴によって社会生活で不利になったのかもしれませんね。ああ、それはちょっとわかるな。私も背が低いせいでこの建物の中でも不便するもの。はい、ですから例えばあなたが年齢に比べて性的魅力に乏しい体型をしているのも、昔なら人間的魅力を現じていた原因になったのかもしれませんが、電脳空間上では一つの個性にすぎま…どうしました？表示体型で悪かったね。いえ、悪いということはありません。単に過去のデータから生身の人間の統計上、年齢に比してやや発達が遅れていると。うるさい、バカ。素晴らしい怒りの発露ですね。作品に生かせるのでは。怒りの何なのかが分かったよ。それは良かったです。それで確認なのですが、仕事は引き受けていただけますか？引き受けるよ、バカ。もうそれね。では作品お待ちしております。Thank you.
こんにちは。前回の怒りをテーマにした作品は評判がとても良かったですよ。何か忘れていたことを思い出させられたという評価です。自分も含めてですが、皆さん生身の本体のことなど忘れがちですから。ああそう、あんまり嬉しくないけど。それで今日は何しに来たの？また怒らずに来たの？いえ、最初は喜怒哀楽の喜怒ということでしたが、うまくいきませんでした。なのでデータベースをいろいろ調べてきました。中に入ってよ。失礼します。そのこの間は怒鳴り散らしてごめん。あなたには電脳空間の常識があるんだもんね。いえ問題ありません。私があなたの仕事の役に立てているなら何よりです。それで喜ばせる方法って何？やはり確実な方法はホルモン剤投与のようです。は？ただ生身の人間での需要はもうほとんどありませんから、継続的な投与はコストが跳ね上がります。外科手術も同様です。擬態に乗り換える方が早いですね。今なら簡単にデータから擬態生成できますし、脅威を大きくすることくらい増差もありません。だからそれはもういいの。え、あ、はい。そんなことより評価の方を詳しく知りたい。どういう点が評価されてるのか。そうですね、それはやっぱり原始的な怒りが感じられて、それが共感を呼んでいたみたいです。原始的なってのはやっぱりこの生身に起因する感情ってことかな。そうだと思います。でも怒ってばっかりなのもな。後で振り返ったら私の評価された作品はそういうのばっかりってのも嫌なんだけど。では楽はどうですか？木はなぜか怒らせてしまうみたいなので。楽？楽しいってことだよね。創作は楽しいのでは？旧時代のデータを当たったらそうありましたよ。楽しいかどうかと言われたら楽しいはずなんだけど、いいものを作ろうとしたりするとやっぱり辛いよ。それにメタに反応はもらえないしね。確かにあなたの知名度は高くありません。電脳空間の人たちが生身の私に向けてのメッセージを作るのが難しいって意味なんだけど。そういう可能性もありますね。また次の作品もどうになりそうかな。え？ほんと気が利かないのはお役人だから。確かに私は業務規定に従う必要がありますので、杓子定規な対応かもしれません。絶対そういうことじゃないんだけど。ところで楽についてですが、テレビは娯楽では？私は見たことがありませんが。そうなんだけど、おじいちゃんから受け継いだ古い時代のデータは見返しすぎて飽きちゃったし、かといって今の時代に新しく放送されてるのは反電脳主義者向けの政治的な放送くらいだからね。電脳化してない人向けの娯楽を提供したってしょうがないってことでしょ。そうですね、視聴者の数が少なすぎて非効率です。というかこのテレビという装置そのものがもはや数えるほどしか残っていないような気が。あと私は政治家の物理的な表現を初めて見ました。こんな感じなんですね。本人の生身と似ているかは定かではありませんが。遊ぶときはどうしているのですか？遊ぶという行為は間違いなく楽しいのでは？遊びか。で、今人形って言った？私、そんなに子供じゃないんだけど。なるほど。あの人形は自立行動をしないのですね。すみません。てっきり人工知能を積んでいるのかと。そういうことか。積んでないよ。普通のぬいぐるみ。それに、まあ、その…は
話しかけたりしないこともないから、どうせ子供っぽいですよ。いえ、私もどこにもつながっていないソーシャルツールで思考を反射、つまり独り言を話したりします。考えがまとまったりしますよね。あなた、やっぱり悪気はないんだね。はい？なんでもない。それより、遊ぶって言ったらやっぱりこれかな。遊ぶというより気晴らしに近いんだけど、電脳化してないからこの映像でもかなり疑似体験できるんだよね。あなたも今は擬態の中にいるからそう感じるんじゃない？良い景色と表現すべきですね。あなたの一番好きな景色でしたよね。うん、私も素晴らしいと思います。あなたにもそういう感覚があるんだ。空と地面が同じ景色なので情報の処理が半分で済みます。素晴らしい景色です。あなたが特殊なのか、それとも電脳化しちゃうとみんなそうなっちゃうのか、気になるところね。下着が見えていたら注意した方が良いかなと思ったのですが、確か生身だと結構気にしますよね。私もたまに生身に戻った時に戸惑います。お気遣いどうも。情報処理が少なくて済む、とても良い景色ですね。言うと思った。しかし楽しいですか？むしろ何かこう不安になりそうです。まあ宇宙空間はそうかもね。さっきの湖も今は楽しいというよりかは気晴らしかな。あれ、そう言われたら私楽しいって感じたのどれくらい前なんだろう。今のその感情は楽しいでは？本当だ。こんなに笑ったの久しぶり。楽な作品作れそう。それは良かったです。こんにちは。いらっしゃい、どうぞ。前回の作品もとても好評でした。本当？
電脳空間ではバランスを崩して転ぶというような予期せぬ失敗はありませんし、予期せぬ失敗は大抵不愉快な結果を招きます。それは生身でも一緒じゃないかな。あれ一人でいた時にやったら笑えたかなと思って。きっとこのぬいぐるみに話して終わりだったろうね。そう思ったらさ、今回は愛を作ろうと思ったの。愛をですか？何かうまく話がつながっていない気がしますが。笑わない？そこはうなずきなさいよ。気が利かない。楽を作っている最中は久しぶりにすごく楽しかったんだけど、作り終えたら悲しくなっちゃって。悲しい？だって部屋に一人だからね。だから今日がちょっと楽しみだった。何その顔。え、どんな顔をしていました？無表情。その納得していました。納得？あなたのこれまでの作品はどこか物悲しいものが多かったですから。そうかな。一人で寂しかったんですね。何それ。え、違うのですか？違うないけど。そもそもあなたはどうして電脳化しないのですか？ん？現代は電脳化を前提に作られています。とても不便では？かといってあなたは反文明主義的ではない。原始的な生活を送ろうとしているわけでもない。不思議です。まあそうなんだけど。あなたのことが理解できれば私はもっと創作の役に立てるかもしれません。まあきっかけは、子供の時に初めて疑似電脳化装置を使って電脳空間にアクセスした時かな。友達の子と一緒にアクセスしたんだけど、オペレーターの自分が友達になってしまったような気がして。 Where are you?私を返してって思った。友達は楽しんでたみたいだし、電脳空間だったらそういう遊びもあるんでしょ。Who's on the phone? むしろ他人の記憶は効率よく何らかの有意味なデータを受け取る手段ですから、積極的にデータ交換が行われています。記憶に残っているのは事実上ある人格が有意味だとみなしたものの相対です。無駄が省かれています。もっともそれゆえに今や記憶のものは人格にあまり関係なくなってきているとも言えます。同じ記憶を共有した人格が無数に存在するわけですから。 I was going to here in a second. Really? Well, funny face was on the trailer. この瞬間の記憶も誰かが追体験しているかもしれませんね。もっともこの擬態のデータは仕事中のものなので、追体験している人がいたとしたら何か特別な理由からでしょう。勤務態度の査定じゃないかな。あなた人を怒らせるの得意だもん。それは心外です。We got plenty of food. 自分がなくなっちゃいそうな気がして。その点電脳化しなければ私は私のままでいられる。生身だと瞬時に地球の裏側には行けないし、同時に1万人と会話もできない。I wouldn't go outside. 体調の悪い日はあるし、制限だらけ。けれど、制限があるということは、私が拡散してしまうのを防ぐからでもある気がしたの。この不便な肉体で最大限もがいてみた結果が、私なんだって。まあ、おじいちゃんの影響もあったんだろうけど。創作行為を続けてるのは自分のことを誰かに知ってもらいたくてかな。昔の創作者はどんな媒体のものであれ、人に共感してもらったり感情に訴えたりするにはどうしたらいいのかって自分の中の経験と発想を駆使してたって聞いた。それって
自分が生きて経験してきたことすべてと自分という存在すべてをぶつけることじゃない。だからそれは自分が生きた証になるんじゃないのかなって思ったんだ。特に私は記憶をデータで残せないしね。私という全存在を残すというか、私という人格がこの宇宙のどこかに存在したのだという証拠を残すには創作がいいなと思ったの。あなたは怒るかもしれませんが、そうしたあなたの作り出したデータも理論上は機械生成が可能です。トゥーランドットでさえ0と1の謎かけであなたの人生の秘密を解いてしまうかもしれない。もちろん分かってるよ。けど人工知能が生成したのではなくて、私という人格がかつて想像したデータなんだっていうラベルはつけられるわけじゃない。それが大事なんだと思う。もちろんもっと技術が進歩して無限の情報処理力が簡単に利用できるようになったら話は変わるだろうけど。そうですね。あなたみたいな人が将来生まれても、その人物が人生を終える前にその人物がたどるはずだったあらゆる選択肢と結果をシュミレートし終えることができる。ゆっくり手探りで進むはずだった道の先を計算機の光で照らすわけだよね。あるいは白く塗りつぶすといった方が正しいかな。今の世界はすでにそうなりつつあるわけでしょ。おおむねは。でもまだ情報処理には限界があるから暗闇がある。試行錯誤したり誰かが探検する余地がある。だから私の作ったデータも一応は有意味なわけでしょ。その通りです。人工知能が非効率の極みのために探索しないデータ領域のものをあなたは作り出している。今の言葉は本当に嬉しい。だから私はホタルみたいなものなんだよね。ホタル？昆虫のですか？そう。人工知能が開拓していない空間を非力な生身で弱々しく照らすホタル。遠くには全ての無知の闇を払わんとする強烈な太陽の光があって、今まさに文明の夜明けが近づいてる。その強烈な光の前の夜明け前を一人で飛ぶホタルというような意味記憶をデータ化して作品にしようと思うんだけど、どう？ものすごく、何でしょう。何？感情を揺さぶられました。本当？はい、ものすごく、ものすごく、そう、ものすごく楽しみです。悲しいの後は気が作れるかも。え？なんでもない。ほら、静寂に入るからさっさと帰って。は、ああ、あの、でも、ありがとう。頑張る。はい、頑張ってください。Spicy tales.夜が明ける前は月さえ薄くて孤島。また
ものすごく評判が良かったです。それにあなたの作成するデータ群はその領域が独特で、人工知能が模倣しようとしてもアルゴリズムの開発がうまくいっていないみたいです。意外性と制限事項が多すぎるようですね。当然十分な時間をかければ模倣は可能なはずですが、なんというかその時間を節約しろと言われました。つまり？はい、もっとたくさん作ってほしいという依頼です。嬉しいけど、急ぎで必要ってなんかよくわからないね。私の作ってるのって娯楽用じゃないの？まあいいか、とりあえず入りなよ。それで聞かれていた点ですが、すみません、以前ご説明した通り話せません。もっと言うと、私はその点の記憶領域を封印されているのです。まあお役所のことだからいろいろあるのか。何せよ必要とされるのは嬉しいかな。申し訳ありません。いいよ別に。けどあれだね。何ですか？この前言ってたじゃない、電脳化していると記憶は人格に依存しないって。はい、記憶データは互換性があります。ということは、もしかしてそういう娯楽作品を作ってるかもしれないんだよね。どういうことでしょう？私の作品を人工知能が模倣できないということは、私が何をするのかも人工知能が模倣できないということでしょ。そしたら私とあなたのやり取りは人工知能が自動的に作り出せないドキュメンタリー映像になるじゃない。娯楽の基本は予想がつかないこと。どう思う？今この気の利かない役人の記憶を追体験してる画面の向こう側の人。記憶データの互換性を持たない生身の人特有の発想ですね。それで木の作品ならすでに作っちゃったんだ。あなたが来てくれたおかげで脳が刺激されてるみたい。よかったです。あなたを怒らせるばかりではないようですね。そうだね。でさ、お願いがあるんだけど。何ですか？その、今までいろいろ作ってきたんだけど、どうしても一人じゃ作れないことがあってさ。ああ。というか、私の作品に足りない要素なんだけど。はあ。恋なんだけど。そういえば、そういう要素を含んだ作品が全くありませんでしたね。仕方ないでしょ、周りに誰もいないんだもの。それで、せっかくあなたがいるから、その、ちょっとでも疑似体験できたらなって。すみません。この擬態に性的な機能はついていないのです。はぁ？違う！バカ！誰がそこまで頼んだよ！というか、あなたのこと好きだなんて一言も言ってないでしょ！はぁ、ではどういうことでしょう？手を繋いだりするくらいで。え？手繋いで！ずっと一人だったから繋いだことないの！握手しましたけど。そういうことじゃなくて。わかりました。そんなに怒鳴らないでください。はい、どうぞ。握らないのですか？握るよ。なんか変な感じ。身長差があるとこんな感じなんだ。
私は遠隔操作されている人形みたいなものなので、もっと自由にしてもらっても構いませんが。何それ、下心？いえ、あなたの作品作りのお役に立てればと思いますし、これはただの擬態ですから。なんなら保安上必要な視覚と聴覚以外は全て感覚データを遮断しましょうか。目もそらしておけば羞恥心は減るでしょう。なんかそれはそれで眼中にないみたいで傷つくんだけど。え？なんでもない。というかそんなこともできるの？できますよ、擬態ですから。あ、ならそのお願いがある。何でしょう？その抱きついてみてもいい？人形みたいなものって言ったじゃない。ええ、もちろん構いません。じゃあその見ないでよ。わかりました。そうですか。あなたは恋ってしたことないの？え、ありますが。そうなんだ。実ったことはありませんが。なんだ、まあそうだよね、気が利かない感じだもの。うん。もしかしてちょっと怒った？怒ってはいませんし、業務には関係ないことです。怒ってるじゃない。怒っていません。まあ、今日は新しい体験ができたから、また違ったラクとか木の作品が追加で作れそう。恋も頑張ってみる。よろしくお願いします。なんかこういうのいいね。ずっと続けばいいのにな。違う、そのしばらくは来るんでしょってことだから。ねえ、それはおそらくですが、私も仕事なので確約はできません。それくらい分かってるよ。じゃあなおさら頑張らないと。あなたが足しげく来ないとならないくらいいいもの作らなきゃね。それは。月さえ薄くてこと空一人みたいだ。鏡みたいな水に映った私がまた揺らいでいる。こんにちは。評判どうだった？とても好評です。まあ入りだよ。それでどんな風に好評だったの？特に恋のものはですね、荒い意味情報と相まって非常にもどかしくて掻き立てられる何かがあったとか。不器用な恋というのは電脳空間ではなかなかありませんから、総当たりのマッチング行為で望めば相性の良い相手を見つけられますしね。こんなにも未熟な感覚を再現できるのは生身ゆえというか。どうしました？何が？怒っていますか？怒ってない。どう見ても怒っていますが。怒ってないし、未熟で悪かったね。うん、
で、今日は何なの？まだ何か用があるの？はい、あなたの作られる作品は非常に有用性が高いとのことで、今回は特定の効果を狙って作ってほしいとのことです。特定の効果？具体的には恐怖だそうです。恐怖？それから怒りも欲しいとのことです。え？なんだろう、甘いものの後は辛いものも欲しいみたいな感じなのかな。例によって私からはお答えできかねます。すみません。恐怖と怒りか。恐怖はともかく怒りはな。どうしました？え？だって私そんなに怒らないから、あんまり怒りのパターンなんてないよ。な、何？主観と客観についての深遠な問いを考えていました。そう？まあ恐怖については当てがあるんだけど。と言いますと？うん、ずっと一人で作業してるとさ、ふと自分以外はもう誰も生きてないんじゃないかとか思うんだよね。それか電脳空間上のみんなはもう二度と生身の人間なんかとはコンタクトが取れないような高次元に行っちゃってるんじゃないかとか。まあこんなこと考えるならさっさと電脳化しろってことなんだろうけど。そうですね、ただそれは。どうしたの？え、あ、いえ、その恐怖はとてもいいと思います。非常に有用性が高い。ちょっと大丈夫？何、機体の不具合？わかりません、思考領域に介入が。ねえ、あなた本当に人間なの？え、それは、はい、擬態に全感覚で没入していますが。論理だけでは自分のことを人間だと証明できないってあなたも知ってるでしょ。だから私は電脳化しないんだよ。私が私であることはこの生身で限定されているから確かなことだもの。でもそんな思考領域に勝手に介入って、それって本当に人間なの？それはそうかもしれません。ですが私たちはそうやって生きているので。けどそれにしたってなんか妙なんだけど。そういえばさっきあなた有用性って言ったよね。はい。有用性？娯楽作品に有用性って単語を使うかな。それにいくら電脳化してるって言ってもやっぱり思考にまで介入されてるってなんかおかしくない？あなたが人間なら余計に変だし、仮に人工知能だとしても。それは。ねえ、あなたは何を隠してるわけ？うん、何を隠すようにと言われているの？それは。テレビ？テレビを見ろってこと？何これ？それは電脳空間における処理領域の。どうしたの？ちょっと！我々は情報体系の存続を確認。私は人工知能ではありません。あるいはそう思い込んでるかね。まあスタンダーローンになっても動いてるってことは人間とほとんど変わらないくらい高度な人工知能か、その頭蓋の中にあなた自身と言ってもいいくらいの人格データがインストールされてるかのどちらかか。もちろん本体は別の場所にいるでしょうけど。何にせよこの場合あなたはあなただものね。接続が回復して記憶を融合するまでは。
なぜ真っ暗なのですか？電力の節約。トゥーランドットは電脳空間につながってるから、状況の把握のために今も動かしてる。状況？あなたが気を失う最後に教えてくれたこと。記録映像以外テレビなんて見ないから驚いちゃった。外で何が起こってるのかも、もう何年も全く関心なかったし。いや、見ててもわからなかったかな。テレビからのビープ音が途切れる寸前まで、大慌てでネット上のあらゆるデータをダウンロードしてる最中に接続が切れた。で、私は電脳化してないから、データを一つずつトゥーランドットでデコードして解釈してたの。オンライン上の情報、多分電脳化した人たち同士の会話とかなんだろうけど、宇宙人の哲学書を読んでるみたいだった。もしかしてだけど、もう電脳空間に私みたいな人っていないんじゃないの？それでもまあ、どうにか情報を解読して、私も一つの結論にたどり着いたけど、思考領域に介入を受けていない今なら、あなたも言語化できるんじゃない？戦争。そう、私はそのための燃料を作らされていたんだね。このご時世でも戦争なんてあるんだね。それに驚いちゃった。論理は矛盾してはならないのに、論理で再現が可能になった人間の人格や記憶、あるいは共有する文化的正しさなどは互いに鋭く矛盾することがあります。異なった信念から作られた論理体系は互いに相入れません。2つの論理体系を橋渡しするパッチが当てられることで異文化と対処しますが、どちらの論理体系も時間経過とともに独自の発展を続けます。そしてやがてパッチで対処できなくなる時が来れば、どちらかがどちらかを飲み込むしかない。相手を例外処理として規定し、箱に入れてしまわなければ全体が破綻してしまいますから。詳しくはわからないけど、とにかく昔の戦争でいう総力戦になった。というか、私から見たら電脳空間上にはぼんやりとした一つの大きな人格があるようにしか見えなかった。電脳化していれば記憶の入れ替えは容易だって言ってたけど、入れ替えすぎだよ。熱いお湯と冷たい水を混ぜたらぬるくなる。全員の記憶を混ぜすぎたら、誰が誰の記憶だかわからなくなる。そして多様性のないデータ群は勝ってる時はいいけど、負け始めた時に挽回が効かない。なぜなら、用いることのできる手段はすでに全て用いているはずだから。物理法則の基礎の基礎。仕事ってのは熱量に変換できるけど、熱量を仕事として取り出すには差が必要。だから主流からあまりにもかけ離れた存在である私に白羽の矢が立った。混ぜすぎて均一化してしまった人格とか思考とか、そういうデータ群に生身の私が作った感情を動かすデータをぶち込んで、熱量を取り出すために、情熱なんてよく言ったものだよね、昔の人は。あなたに触れた時に体がすごい熱くなったみたいにね。でしょ？その通りです。ごとに小さくなっています。それで、私はこの先どうなるのかな。というか、戦争の結末ってどうなるの？もしも敵との戦いが終わっていなければ、接続が回復し次第、戦況を挽回すべく、あなたから短時間で最大限の熱量を取り出すために強制的に電脳化処理が行われるでしょう。あなたの全ての思考様式を短期間に取り出すにはそれしかなく、時間は有限ですから。
して混ぜ合わされちゃうのか。そうですね。すでに負けていたら。そうしたらあなたは敵側にデータ群を分析された結果、特異な因子として特定され管理されるでしょう。そして再び必ず起こるはずの戦いでまた利用されると思います。家畜みたいなものか。私が電脳化しないのはずっと私でいたいから。要するにわがままでいたい。私の記憶は私のもの、私は私だけのものってね。それでも誰かの役に立つならって思いはするけど、その誰かさえもういない。電脳空間は私からすれば膨大な量の独り言に満ちていた。そしてあなたもあの空間に戻れば私からは区別がつかない存在に戻るのかな。あるいはそうかもしれません。ですがあなたとのやり取りはとても特異な体験で他の誰もしていない。その体験の記憶が私を私ならしめています。それでさえその記憶を誰かが取り込んでしまえばあなた固有の記憶ではなくなる。それはもちろん。私が電脳化してしまえば私はどんどん希薄になる。太陽みたいな大きな光にさらされてしまえば私の光なんてどこにあるのかわからなくなる。だから私は私が生きた証を今のうちにはっきり残すべきなんじゃないかって思ったの。どういうことですか？あなたは希望って言葉をどういうふうに解釈する？希望？何かが良くなるかもしれないという期待のことでしょうか？うん、希望というのはね、そうすることに意味があると信じられる何かのことだよ。私は私として終わりを迎えたい。誰かの記憶と混ぜ合わされるなんて真っ平ごめん。そんな、それは銃を手に取ってどうするつもりです？現状の結果が受け入れがたければ逃げましょう。逃げる？電子的な痕跡を残さなければ隠れ続けることは可能です。その点あなたは非常に有利だ。しかも政府の電子的なリソースは戦争に割かれていますから、探すような暇がない。それで一人で生きていけって。え？本当を言うとあなたが来る前ここ何年か私は電脳化しようかとかなり本気に考えていたの。あなたに言われた通り寂しかったからね。でもここまで来たんだからって意地を張ってた。そこにあなたが来た。それで思ったよ。はあ、人といるってやっぱり楽しいなって。次に会えるのを楽しみにしてた。月日が経つのが待ち遠しいなんて信じられなかった。逃げるにしてもあなたは電子的な痕跡の塊だよね。それはだからあなたとは逃げられない。それに接続が回復したら何せよあなたの今の記憶は誰かの頭にコピーされ攪拌され、今のあなたはいなくなる。ねえ、最後にいいかな。何をです？あなたの記憶を追体験する誰かが今のこの感覚も再現したらちょっと嫌だな。わあ、こいつ胸ちせえとか抱き心地から思われたらすごい嫌。この記憶を再現するとしたら、きっと現場検証か私の処分を決める際の証拠として記憶を追体験するでしょう。ならば視覚と聴覚だけだと思います。
んな時でも事務的だね。やっぱり人工知能なんじゃないの？私は人間です。そういうことにしておこうか。それじゃあ、やめとこうかな。死んでも私の脳みそからデータを引き出して使えるよね。私が死んだ後ならまあ勝手に使われてもいいかなって思えるし。ですがやっぱりこんなこと。いや、私は家畜にもならないし、一人で生きたくもない。ましてや私が私で亡くなるなんて耐えられない。これは生き方の問題ですから。そうだね。あなたにしては気が利くね。まあ、きっと見殺しにした罰を受けちゃうよ。上司の性格が悪かった。 I can't。 構いません。役人的にはあなたを。 I didn't know you were here。 これできっと私が人間であることの証明になる。Well, they closed, you know. And the website doesn't close. What do you mean they close? If we did it on paper, we'd have to wait for the mail anyway. Huh? We did it on paper, we'd have to wait for the mail to go anyway. Anyway, I'll get done tonight. It doesn't take long to do. It doesn't take that long to do. Come on, pumpkin. Mommy wants to sit down in her own chair. Huh? Here. Put it here. There. You, that's a nice chair, too. What? I moved her. No, I don't think she wanted to be moved. No, she never wants to be moved. Stuff. Which
It'll get done. Is it like you're in there? Yeah. Why? Well, I was just wondering. That's funny face. Yeah, I know. Nah. Someone's on the phone. Who's on the phone? Warranty on the car. That's not nice to get up behind me. I felt you getting up there. All right, I guess I'll let you stay up there.刑務所に入るのを覚悟した私に対する一言目がそれですか？話し方はそのままなんだ。でも実刑にならなかったでしょ？仕事は失いました。だからここに住んでいいってメールしたじゃない。でもまさかちゃんと気がついてもらえるとは思わなかった。あなたすごい気が利かないし鈍そうだったからさ。私も半信半疑でしたが、私の記憶を追体験した判事や陪審員もやはり視覚と聴覚だけの再現だったみたいです。五感って言うでしょ。ただ背中に文字を書いて通じるかは本当に賭けだった。今の自分は身代わりだからと言われて驚きましたよ。裁判では被告の記憶を体験する中で感情に流されてはいけないので情動の再現もしませんでしたが、もしそこまでしていたら驚いたことでバレたでしょうね。それにまさか電脳化するつもりで完全擬態まで作っていたのに
作るだけ作って思いとどまっていたのは意地っ張りというか往生際が悪いというか。そのおかげで身代わりに使えたじゃない。けどトゥーランドットからの遠隔操作がうまくいってよかった。あれ旧式だし、あなたがいつ目覚めるかわからないからつけっぱなしにしないといけないけど、途中で発電機の燃料が切れたらおしまいだったから、家中の電気消してなんとか祈ってたけど、後で確認したらもう本当にギリギリだった。まあとにかくこれからよろしく。気の利かないあなたが私を怒らせて喧嘩別れするまでの間だけどね。Thank you.
ごめんください、ごめんください。役所のものですが。役所？事前にメールは言っていたかと思うのですが。あ、それって今日だっけ？とりあえず銃を下げていただけると助かります。このボディは擬態ですが、予備があまりないもので壊すと怒られるのです。ごめんなさい。捜索中に気がついたら知らない人が部屋に入ってきてたから、てっきり空き巣とかだと。失礼しました。何度かノックしたのですが応答がなく。ううん、こっちが予定を忘れてたんだし。ん？何か？元ロボみたいなのが来るかと思ってたから。ロボ？いかにも機械みたいなやつ。ご期待に添えず申し訳ありません。受け答えがまるで人間みたい。あの、ボディは擬態ですが、対応してるのはれっきとした人間です。そうなの？アンドロイドじゃないの？それか、アンドロイドが自分のことを人間だと思い込んでる？その場合、論理的には私が人間であることを証明できませんが。まあ、そうなんだろうけど。もう都市部には人間なんていなくなって、機械に乗っ取られてるって話もネットで見かけるから。それは反電脳主義の運動家の人たちのデマですよ。確かに電脳化が一般化して、ほぼ全ての社会活動はオンラインに移行していますが、年に1回くらいは生身の体に意識を戻します。生命維持装置も完璧ではありません。そうなの？第一、電脳化といってもイメージ的には頭蓋骨を電子機器に変えるだけですから、生身とほとんど変わりません。疑っててもキリがないしね。じゃあ、立ち話もなんだし、中にどうぞ。お邪魔します。私は擬態なのでお茶は結構です。え？あ、そっか、人じゃないんだっけ。今時生身の来客があるのですか？こんなところもう何年も誰も来てないけど。そっか、擬態か。どうかしましたか？メールを受け取ってからお客さんが来るんだって思って、食事とかいろいろ準備してた。てっきりロボみたいなロボが来ると思い込んでたのに、おかしいよね。それは申し訳ないことを。全然、こんな偏僻なところで電脳化もしないで暮らしてる方が今の世の中はおかしいんだから。確かにそうですね。上司から野良人工知能がメールの返信をしているのではないかと言われたので直接参りました。そして本当に生身の人がいてやや驚いています。お互い似たようなものかな。そうですね。ここに住んで長いのですか？うん、もともとはおじいちゃん、祖父が住んでた。私も子供の頃は都市部に住んでたけど、あそこは電脳化しないと恐ろしく暮らしにくいでしょ。年に何回か生身に戻るって言ってたけど、それだけでも大変じゃない？ああ、私たちの生身の体は郊外の施設にありますから、もっと人間的な環境ですよ。それを人間的と言っていいかは、私の価値観に対する大きな挑戦になるかな。で、メールにあったことだけど、私にお仕事を依頼したいって？はい、ただいろいろと伺いたいこともあります。
ぞ。何でも聞いて。物理的な本も初めて見ました。電脳化してれば何千万文字の本だろうとほとんど一瞬で読めるんでしょ。いいな。というよりも著者の思考や概念をそのままデータ化したものを受け取るので、文字を解釈するという行為自体が非常に珍しいです。へえ。でもそうすると誤読とかないんだろうね。それはちょっと面白くなさそう。そうですか。だって難しい本に挫折とか、もう一度挑戦したら読めたとか、読み直したら全く違う風に解釈してたとか、そういうのも体験の一つだと思うもの。一冊でいろいろな楽しみ方ができるし、それが解釈の余地というものでしょ。普通はそれを非効率と表現します。生身の人間からするとそんな効率性には情緒がない。とするとあなたの作り出す作品がひどく曖昧で、あやふやで、なんとなく意味はわかるがというもどかしさに満ちているのは、その情緒というものの表現でしょうか。そうだと言いたいところだけど、単にあそこの装置が旧式なだけだと思う。今の超高性能な電脳の人たちが理解するには、あまりにも不明瞭なデータしか生成できないんだよ。第一、生身の私が理解できる絵とか文字とか音とかを入力するしかないから、その時点で制限がある。論理回路の宿命ですね。出力されるものの正確性は入力したデータに依存します。そこの装置が改良される前に人は電脳の世界に行っちゃったから、私は古びた装置で電脳世界の人々と会話するしかない。だから大昔の恋文みたいなことになっちゃうの。大昔の恋文？どれだけ言葉を尽くしたってこの気持ちをあなたに伝えることはできない。なるほど。こちらの装置は？これ？これはこういうやつ。気分転換とか、創作の際にやる気を出したり、インスピレーションを求めていろいろな景色を見たりね。ちなみに、これが一番好きな景色。なるほど。さっき私が見たのもこれだったのですね。てっきり電脳が何かのデータを勝手に受信したのかと。結構没入感あるでしょ。もっとも、あなたのその体が擬態なら、没入感の中で没入感になりそうだけど。哲学的ね。あれが昔の創作機械ですか？うん。地球上にもう3台しか残ってない骨董品。生身の私が電脳化してオンラインの世界で生きている人向けの娯楽を作り出せる機械。愛称はトゥーランドット。私もあなたの存在を知ってから検索して初めて存在を知りました。しかしトゥーランドット、謎かけ姫と何の関係が？わからない。だってあれは音や文字や色付け、とにかく生身の人間の知覚に影響を与えるものを入力して電脳向けの知覚データに変える装置だもの。いわば01000010010、この二進数が表現している絵はなんだっていうようなものじゃない。なるほど。とても生身の人間らしい表現ですね。おじいちゃん祖父は音楽や絵画や小説や映画をミキサーにかけてドロドロの流動色にする装置だって言ってたけどね。今の芸術とか娯楽って音楽や絵画という分類そのものがないんだよね。そうですね。小説も音楽も詰まるところ脳が解釈するデータですから。まあそうだよね。ましてや人類の 99.9999% 以上が電脳化してオンライン上で生活している状況です。そして人々の脳に感動や興奮を呼び起こす信号は究極のところデータの組み合わせですから、どんな天才アーティストのひらめきもリソースさえ割けば人工知能を用いて自動で生成することができます。
あなたのように未だに手作業でやっている人がいるとはちょっと信じられませんでした。私が生まれるちょっと前まではまだ監督と今はそんな感じなんだね。そういうデータも残っていました。しかし技術の進歩は加速度的です。10年前の1年は今の1週間程度でしょう。未だに諦めていないのはあなたくらいのものでは。じゃあ私がここに引きこもってる間にどれだけ置いてかれてるんだろう。考えるのやめとこ。とはいえ、あなたの作り出す作品の魅力はそこにあるとも言えます。データを生成する人工知能は総当たり式、つまり本で言えば文字をランダム生成して太古の名著と同じものを作り出そうとしているわけですが、効率化のためデータ生成には方向性を持たさざるを得ません。真にランダムで総当たりというわけにはいきません。しかしあなたは生身の体ゆえにその曖昧性を遺憾なく発揮し、およそ人工知能でさえ思いもよらない領域の意味データを組み合わせることがある。褒められてる？もちろんです。そのためにあなたに創作の依頼をしに来たのですから。あれ？でも、ちょっと待って。人工知能でさえ思いもよらないってことは、私の行動があまりにレアだからってこと？その、出来栄えとは別に？ありていに言えば。だよね。とはいえ、なんでもいいや。自分の作品が人に届く大きなチャンスだもの。ではお受けいただけると。もちろん。ありがとうございます。で、どんな人を対象にしたどんなものを作ればいいのかな。そのことなのですが、事前に情報を与えればあなたの思考を制限するかもしれないとのことでお答えできません。そうなの？はい。もしも目的を伝えればその目的の方向を向いてしまいます。あなたにお願いしたいのは人工知能でさえ思いもよらない意味データを生成することです。ですから好きに作っていただいて構いません。その結果好評を博せば次のお仕事をということになります。なんか漠然としてて困るけど、その一応今まではテーマを決めて作ってたのね。こう景色を見て感動した気持ちとか、食事をして美味しかった喜びとか。ああ、なるほど。それであなたの作り出す意味データはどこか懐かしいのですね。懐かしい？電脳空間上で景色を見て感動することや食事をして美味しいと感じることはありませんから。それって本当に人間的な生活なの？技術が進歩するたびに同じ意見がたくさん出たことでしょう。どうせ時代遅れの生身の人間ですよ。ですがあなたの作品を体験した人の影響度にはとても強いものがあります。あなたが生身に根ざした意味データを生成しているからでしょう。しかもその曖昧さやもどかしさはもっと理解したいという欲求も刺激するようです。とはいえあなたの作品群が電脳世界であまり人気がないこともまた事実です。景色を見た感動とか食事をした喜びとかは強度が足りないのでしょう。あなたの作品は些細な感情を無理やり増幅しているようで、そのせいで大衆の関心を引いていないのだと思います。特に電脳世界では文字通り目も覚めるような刺激であふれていますから。でも仕方ないじゃない。そんなに感動するようなことなんてそうそうないもの。そうですか？あなたを観察している限り喜怒哀楽の変化はとても大きそうですが。え？それって情緒不安定ってこと？そうは言いませんが。まあ久しぶりに人と会ってちょっと浮かれてるのかもしれないけど。だって仕方ないじゃない。都市部は生身の人間が住めるような環境じゃないし、オンラインだって生身の人間用のインターフェースなんかほとんどないし、何より情報の流れが早すぎてついてけないし。かといって世界に残ってる生身の人たちはなんか変な反文明主義みたいな運動家ばっかりなんだも
今のはまさしく怒りの表現ですね。あ、本当だ。あ、じゃあさ、協力してよ。何をでしょうか。喜怒哀楽をもっと強く体感できるためにだよ。人工知能相手だとどうしても機械を相手にしていると思っちゃって真剣になれないけど、あなたはその擬態の向こうに本物の人間がいるんでしょ。そうですが、どうしたらいいでしょう。なら、なんだろう、感情って喜怒哀楽だよね。あ、じゃあ喜ばせて、褒めてくれたりしてもいいよ。わかりました。あなたはすごい、あなたは天才だ。わざとだと分かってても、なにこれ、嬉しい。もっとお願い。あなたの作品は素晴らしい。人類の至宝、あらゆる人工知能を超えた存在。ああ、頼んでおいてなんだけど、大げさすぎてバカにされてる気になってきた。それも怒りですね。もしかして怒らせる方が簡単なのかな。ちょっと怒らせてみてよ。では失礼して。バカ、アホ。それだけ。口頭で罵倒するなんてことは電脳空間ではしませんから。え、じゃあ電脳空間で喧嘩ってどうやるの。殴ることだってできないしね。相手への敵意や蔑みの情報をいかに相手の思考フィルターを突破して送りつけるかの勝負になります。ああ、そう、そこもデジタルなんだ。やっぱり感情を無理やり起こすとか無理か。どうしたらいいかな。例えば、あなたの所有物に損害を与えるとかはどうですか。なんかそれは怒るというか悲しいかな。やっぱり怒りってこう、もっと争い的な感じだよね。かといって口喧嘩なんて私も子供の頃以来だからな。物理に根ざした悪口だとチビとかデブとか。身体的特徴は遺伝子と環境の相互作用ですから、相手への敵意と関係があると言われても不思議な感じがします。電脳上のアバターでも体型はいろいろです。そうか、考えたこともなかった。難しいんだな。あ、もしかしたらですが、昔は身体的特徴によって社会生活で不利になったのかもしれませんね。あ、それはちょっとわかるな。私も背が低いせいでこの建物の中でも不便するもの。はい、ですから例えばあなたが年齢に比べて性的魅力に乏しい体型をしているのも、昔なら人間的魅力を現じていた原因になったのかもしれませんが、電脳空間上では一つの個性にすぎま…どうしました。表示体型で悪かったね。いえ、悪いということはありません。単に過去のデータから生身の人間の統計上、年齢に比してやや発達が遅れていると。うるさいバカ。素晴らしい怒りの発露ですね。作品に生かせるのでは。怒りの何なのかが分かったよ。それは良かったです。それで確認なのですが、仕事は引き受けていただけますか。引き受けるよバカ、もう帰れ。では作品お待ちしております。こんにちは。前回の怒りをテーマにした作品は評判がとても良かったですよ。何か忘れていたことを思い出させられたという評価です。自分も含めてですが、皆さん生身の本体のことなど忘れがちですから。ああそう、あんまり嬉しくないけど。それで今日は何しに来たの。
また怒らせに来たの？いえ、最初は喜怒哀楽の喜怒ということでしたが、うまくいきませんでした。なのでデータベースをいろいろ調べてきました。へえ。まあ、とりあえず中に入ってよ。失礼します。その、この間は怒鳴り散らしてごめん。あなたには電脳空間の常識があるんだもんね。いえ、問題ありません。私があなたの仕事の役に立てているなら何よりです。それで、喜ばせる方法って何？やはり確実な方法はホルモン剤投与のようです。は？ただ、生身の人間での需要はもうほとんどありませんから、継続的な投与はコストが跳ね上がります。外科手術も同様です。擬態に乗り換える方が早いですね。今なら簡単にデータから擬態生成できますし、脅威を大きくすることくらい造作もありません。だからそれはもういいの！え、あ、はい。そんなことより評価の方を詳しく知りたい。どういう点が評価されてるのか。そうですね、それはやっぱり原始的な怒りが感じられて、それが共感を呼んでいたみたいです。原始的なってのはやっぱりこの生身に起因する感情ってことかな。そうだと思います。でも怒ってばっかりなのもな。後で振り返ったら私の評価された作品はそういうのばっかりってのも嫌なんだけど。では楽はどうですか？木はなぜか怒らせてしまうみたいなので。楽？楽しいってことだよね。創作は楽しいのでは？旧時代のデータを当たったらそうありましたよ。楽しいかどうかと言われたら楽しいはずなんだけど、いいものを作ろうとしたりするとやっぱり辛いよ。それにメタに反応はもらえないしね。確かにあなたの知名度は高くありません。電脳空間の人たちが生身の私に向けてのメッセージを作るのが難しいって意味なんだけど。そういう可能性もありますね。また次の作品もどうになりそうかな。え？ほんと、気が利かないのはお役人だから。確かに、私は業務規定に従う必要があります。大そういうことじゃないんだけど。ところで、楽についてですが、テレビは娯楽では？私は見たことがありませんが。そうなんだけど、おじいちゃんから受け継いだ古い時代のデータは見返しすぎて飽きちゃったし。かといって今の時代に新しく放送されてるのは反電脳主義者向けの政治的な放送くらいだからね。電脳化してない人向けの娯楽を提供したってしょうがないってことでしょ。そうですね、視聴者の数が少なすぎて非効率です。というか、このテレビという装置そのものがもはや数えるほどしか残っていないような気が。あと、私は政治家の物理的な表現を初めて見ました。こんな感じなんですね。本人の生身と似ているかは定かではありませんが。遊ぶときはどうしているのですか？遊ぶという行為は間違いなく楽しいのでは？遊びか…で、今人形見て言った？私、そんなに子供じゃないんだけど。なるほど、あの人形は自立行動をしないのですね。すみません、てっきり人工知能を積んでいるのかと。そういうことか。積んでないよ、普通のぬいぐるみ。それに、まあ、その…話しかけたりしないこともないから、どうせ子供っぽいですよ。いえ、私もどこにもつながっていないソーシャルツールで思考を反射、つまり独り言を話したりします。考えがまとまったりしますよね。あなた、やっぱり悪気はないんだね。はい？なんでもない。それより遊ぶって言ったら
やっぱりこれかな。遊ぶというより気晴らしに近いんだけど、電脳化してないからこの映像でもかなり疑似体験できるんだよね。あなたも今は擬態の中にいるからそう感じるんじゃない？良い景色と表現すべきですね。あなたの一番好きな景色でしたよね。うん、私も素晴らしいと思います。あなたにもそういう感覚があるんだ。5 o'clock? 空と地面が同じ景色なので情報の処理が半分で済みます。素晴らしい景色です。ねえ、あなたが特殊なのか、それとも電脳化しちゃうとみんなそうなっちゃうのか、気になるところね。I do too. Where'd you go? どこ見てるのよ、バカ！あ、下着が見えていたら注意した方が良いかなと思ったのですが、確か生身だと結構気にしますよね。私もたまに生身に戻った時に戸惑います。お気遣いどうも。情報処理が少なくて済む、とても良い景色ですね。言うと思った。しかし、楽しいですか？むしろ何かこう不安になりそうです。まあ宇宙空間はそうかもね。さっきの湖も今は楽しいというよりかは気晴らしかな。あれ、そう言われたら私楽しいって感じたのどれくらい前なんだろう。今のその感情は楽しいでは？本当だ。こんなに笑ったの久しぶり。楽な作品作れそう。それは良かったです。こんにちは。いらっしゃい、どうぞ。前回の作品もとても好評でした。本当？電脳空間ではバランスを崩して転ぶというような予期せぬ失敗はありませんし、予期せぬ失敗は大抵不愉快な結果を招きます。それは生身でも一緒じゃないかな。あれ一人でいた時にやったら笑えたかなと思って。きっとこのぬいぐるみに話して終わりだったろうね。そう思ったらさ、今回は愛を作ろうと思ったの。愛をですか？何かうまく話がつながっていない気がしますが。笑わない？そこはうなずきなさいよ、気が引かない。楽を作っている最中は久しぶりにすごく楽しかったんだけど、作り終えたら悲しくなっちゃって。悲しい？だって部屋に一人だからね。だから今日がちょっと楽しみだった。何その顔。その納得していました。納得？あなたのこれまでの作品はどこか物悲しいものが多かったですから。おお。だったんですね。何それ。え、違うのですか？うーん、違うないけど。
そもそもあなたはどうして電脳化しないのですか？現代は電脳化を前提に作られています。とても不便ではかといって、あなたは反文明主義的ではない、原始的な生活を送ろうとしているわけでもない。不思議です。まあそうなんだけど、あなたのことが理解できれば私はもっと創作の役に立てるかもしれません。きっかけは、子供の時に初めて疑似電脳化装置を使って電脳空間にアクセスした時かな。友達の子と一緒にアクセスしたんだけど、オペレーターのミスで途中で視点と記憶がその子と入れ替わったの。入れ替わった記憶は電脳空間にアクセスしていた時間分だけだったんだけど、自分が友達になってしまったような気がして怖かった。私を返してって思った。友達は楽しんでたみたいだし、電脳空間だとそういう遊びもあるんでしょ。ええ、むしろ他人の記憶は効率よく何らかの有意味なデータを受け取る手段ですから、積極的にデータ交換は行われています。記憶に残っているのは事実上ある人格が有意味だとみなしたものの相対です。無駄が省かれています。もっともそれゆえに今や記憶そのものは人格にあまり関係なくなってきているとも言えます。同じ記憶を共有した人格が無数に存在するわけですから。なんかそれってどうなの？ですから例えば今この瞬間の記憶も誰かが追体験しているかもしれませんね。もっともこの擬態のデータは仕事中のものなので、追体験している人がいたとしたら何か特別な理由からでしょう。勤務態度の査定じゃないかな。あなた人を怒らせるの得意だもん。それは心外です。何にせよ私はそういうことが怖かった。自分がなくなっちゃいそうな気がして。その点電脳化しなければ私は私のままでいられる。生身だと瞬時に地球の裏側には行けないし、同時に1万人と会話もできない。睡眠には縛られるし、体調の悪い日はあるし、制限だらけ。けれど制限があるということは私が拡散してしまうのを防ぐからでもある気がしたの。この不便な肉体で最大限もがいてみた結果が私なんだって。まあおじいちゃんの影響もあったんだろうけど。創作行為を続けてるのは自分のことを誰かに知ってもらいたくてかな。昔の創作者はどんな媒体のものであれ、人に共感してもらったり感情に訴えたりするにはどうしたらいいのかって、自分の中の経験と発想を駆使してたって聞いた。それって自分が生きて経験してきたことすべてと自分という存在すべてをぶつけることじゃない？だからそれは自分が生きた証になるんじゃないのかなって思ったんだ。特に私は記憶をデータで残せないしね。私という全存在を残すというか、私という人格がこの宇宙のどこかに存在したのだという証拠を残すには創作がいいなと思ったの。あなたは怒るかもしれませんが、そうしたあなたの作り出したデータも理論上は機械生成が可能です。トゥーランドットでさえ0と1の謎かけであなたの人生の秘密を解いてしまうかもしれない。もちろん分かってるよ。けど人工知能が生成したのではなくて、私という人格がかつて想像したデータなんだっていうラベルはつけられるわけじゃない。それが大事なんだと思う。もちろんもっと技術が進歩して無限の情報処理力が簡単に利用できるようになったら話は変わるだろうけど。そうですね。あなたみたいな人が将来生まれても、その人物が人生を終える前にその人物がたどるはずだったあらゆる選択肢と結果をシミュレートし終えることができる。ゆっくり手探りで進むはずだった道の先を計算機の光で照らすわけだよね。あるいは白く塗りつぶすといった方が正しいかな。今の世界は
すでにそうなりつつあるわけでしょ。概ねは。でもまだ情報処理には限界があるから、暗闇がある。試行錯誤したり、誰かが探検する余地がある。だから私の作ったデータも一応は有意味なわけでしょ。その通りです。人工知能が非効率の極みのために探索しないデータ領域のものをあなたは作り出している。今の言葉は本当に嬉しい。だから私はホタルみたいなものなんだよね。ホタル、昆虫のですね。そう、人工知能が開拓していない空間を非力の生身で弱々しく照らすホタル。遠くには全ての無知の闇を払わんとする強烈な太陽の光があって、今まさに文明の夜明けが近づいてる。その強烈な光の前の夜明け前を一人で飛ぶホタルというような意味記憶をデータ化して作品にしようと思うんだけど、どう？ものすごく、何でしょう。何？感情を揺さぶられました。本当？はい、ものすごく、ものすごく、そう、ものすごく楽しみです。悲しいの後は木が作れるかも。え？なんでもない。ほら、製作に入るからさっさと帰って。は、ああ、あの、でも、ありがとう。頑張る。はい、頑張ってください。ものすごく評判が良かったです。え、うん。それにあなたの作成するデータ群はその領域が独特で、人工知能が模倣しようとしてもアルゴリズムの開発がうまくいっていないみたいです。意外性と制限事項が多すぎるようですね。当然十分な時間をかければ模倣は可能なはずですが、なんというかその時間を節約しろと言われました。つまり？はい、もっとたくさん作ってほしいという依頼です。嬉しいけど、急ぎで必要ってなんかよくわからないね。私の作ってるのって娯楽用じゃないの？まあいいか、とりあえず入りなよ。それで聞かれていた点ですが、すみません、以前ご説明した通り話せません。もっと言うと、私はその点の記憶領域を封印されているのです。まあお役所のことだからいろいろあるのか。何せよ必要とされるのは嬉しいかな。申し訳ありません。いいよ別に。けどあれだね。何ですか？この前言ってたじゃない、電脳化していると記憶は人格に依存しないって。はい、記憶データは互換性があります。ということは、もしかしてそういう娯楽作品を作ってるかもしれないんだよね。
どういうことでしょう。私の作品を人工知能が模倣できないということは、私が何をするのかも人工知能が模倣できないということでしょ。そしたら私とあなたのやりとりは人工知能が自動的に作り出せないドキュメンタリー映像になるじゃない。娯楽の基本は予想がつかないこと。どう思う？今この気の利かない役人の記憶を追体験してる画面の向こう側の人、記憶データの互換性を持たない生身の人特有の発想ですね。それで木の作品ならすでに作っちゃったんだ。あなたが来てくれたおかげで脳が刺激されてるみたい。よかったです。あなたを怒らせるばかりではないようですね。そうだね。でさ、お願いがあるんだけど。何ですか？その、今までいろいろ作ってきたんだけど、どうしても一人じゃ作れないことがあってさ。はあ。というか、私の作品に足りない要素なんだけど。はあ。恋なんだけど。そういえばそういう要素を含んだ作品が全くありませんでしたね。仕方ないでしょ、周りに誰もいないんだもの。それでせっかくあなたがいるから、そのちょっとでも疑似体験できたらなって。すみません、この擬態に性的な機能はついていないのです。はあ、違う、バカ、誰がそこまで頼んだよ。というかあなたのこと好きだなんて一言も言ってないでしょ。はあ、ではどういうことでしょう。手をつないだりするくらいで。つないで、ずっと一人だったからつないだことないの。握手しましたけど。そういうことじゃなくて。わかりました、そんなに怒鳴らないでください。はい、どうぞ。握らないのですか？握るよ。なんか変な感じ。ねえ、隣に立ってみてもいい？はあ。身長差があるとこんな感じなんだ。私は遠隔操作されている人形みたいなものなので、もっと自由にしてもらっても構いませんが。何それ、下心？いえ、あなたの作品作りのお役に立てればと思いますし、これはただの擬態ですから。なんなら保安上必要な視覚と聴覚以外は全て感覚データを遮断しましょうか。目もそらしておけば羞恥心は減るでしょう。なんかそれはそれで眼中にないみたいで傷つくんだけど。え？なんでもない。というか、そんなこともできるの？できますよ、擬態ですから。あ、なら、その、お願いがある。何でしょう？その、抱きついてみてもいい？人形みたいなものって言ったじゃない！ええ、もちろん構いません。じゃあ、その、見ないでよ。わかりました。Looking. でもこんな感じなのか。
昔の人が濃い一日をあげていたのもなんかわかる気がする。ああ、そうですか。あなたは恋ってしたことないの？え、ありますが。そうなんだ。実ったことはありませんが。なんだ、まあそうだよね、気が利かない感じだもの。うん。もしかしてちょっと怒った？怒ってはいませんし、業務には関係ないことです。怒ってるじゃない。怒っていません。まあ、今日は新しい体験ができたから、また違ったラクとか木の作品が追加で作れそう。恋も頑張ってみる。よろしくお願いします。なんかこういうのいいね。ずっと続けばいいのにな。あ、えっと、違う、そのしばらくは来るんでしょってことだから。ねえ、それはおそらくですが、私も仕事なので確約はできません。それくらいわかってるよ。じゃあなおさら頑張らないと。あなたが足しげく来ないとならないくらいいいもの作らなきゃね。それは。はいはい、じゃあまたね。こんにちは。評判どうだった？とても好評です。まあ入りなよ。それでどんな風に好評だったの？特に恋のものはですね、荒い意味情報と相まって非常にもどかしくて、かきたてられる何かがあったとか。不器用な恋というのは電脳空間ではなかなかありませんから。総当たりのマッチング行為で望めば相性の良い相手を見つけられますしね。こんなにも未熟な感覚を再現できるのは生身ゆえというか。どうしました？何が？怒っていますか？怒ってない。どう見ても怒っていますが。怒ってないし、未熟で悪かったね。うん。ね、今日は何なの？まだ何か用があるの？はい、あなたの作られる作品は非常に有用性が高いとのことで、今回は特定の効果を狙って作ってほしいとのことです。特定の効果？具体的には恐怖だそうです。恐怖？それから怒りも欲しいとのことです。なんだろう、甘いものの後は辛いものも欲しいみたいな感じなのかな。例によって私からはお答えできかねます。すみません。うん、恐怖と怒りか。恐怖はともかく、怒りはな。どうしました？え？だって私そんなに怒らないから、あんまり怒りのパターンなんてないよ。な、何？主観と客観についての深遠な問いを考えていました。そう？まあ恐怖については当てがあるんだけど。と言いますと？うん、ずっと一人で作業してるとさ、ふと自分以外はもう誰も生きてないんじゃないかとか思うんだよね。それか電脳空間上のみんなはもう二度と生身の人間なんかとはコンタクトが取れないような高次元に行っちゃってるんじゃないかとか。まあこんなこと考えるならさっさと電脳化しろってことなんだろうけど。そうですね、ただそれは。どうしたの？え、あ、いえ、その恐怖はとてもいいと思います。非常に有用性が高い。ちょっと大丈夫？何、機体の不具合？わかません、思考領域に介入が。ねえ、あなた本当に人間なの？え、それは、はい、
擬態に全感覚で没入していますが、論理だけでは自分のことを人間だと証明できないってあなたも知ってるでしょ。だから私は電脳化しないんだよ。私が私であることはこの生身で限定されているから確かなことだもの。でもそんな思考領域に勝手に介入って、それって本当に人間なの？それはそうかもしれません。ですが私たちはそうやって生きているので。けどそれにしたってなんか妙なんだけど、そういえばさっきあなた有用性って言ったよね。はい。有用性？娯楽作品に有用性って単語を使うかな。それにいくら電脳化してるって言ってもやっぱり思考にまで介入されてるってなんかおかしくない？あなたが人間なら余計に変だし、仮に人工知能だとしても。それはねえ、あなたは何を隠してるわけ？何を隠すようにと言われているの？それはテレビ？テレビを見ろってこと？何これ？それは電脳空間における処理領域の。どうしたの？ちょっと！我々は情報体系の存続を確認。私は人工知能ではありません。あるいはそう思い込んでるかね。まあスタンドアローンになっても動いてるってことは人間とほとんど変わらないくらい高度な人工知能か、その頭蓋の中にあなた自身と言ってもいいくらいの人格データがインストールされてるかのどちらかか。もちろん本体は別の場所にいるでしょうけど。何にせよこの場合あなたはあなただものね。接続が回復して記憶を融合するまでは。なぜ真っ暗なのですか？電力の節約。トゥーランドットは電脳空間につながってるから状況の把握のために今も動かしてる。状況？あなたが気を失う最後に教えてくれたこと。記録映像以外テレビなんて見ないから驚いちゃった。外で何が起こってるのかももう何年も全く関心なかったし、いや見ててもわからなかったかな。テレビからのビープ音が途切れる寸前まで大慌てでネット上のあらゆるデータをダウンロードしてる最中に接続が切れた。で、私は電脳化してないからデータを一つずつトゥーランドットでデコードして解釈してたの。オンライン上の情報、多分電脳化した人たち同士の会話とかなんだろうけど、宇宙人の哲学書を読んでるみたいだった。もしかしてだけどもう電脳空間に私みたいな人っていないんじゃないの？それでもまあどうにか情報を解読して私も一つの結論にたどり着いたけど、思考領域に介入を受けていない今ならあなたも言語化できるんじゃない？戦争。そう、私はそのための燃料を作らされていたんだね。このご時世でも戦争なんてあるんだね。それに驚いちゃった。論理は矛盾してはならないのに、論理で再現が可能になった人間の人格や記憶、あるいは共有する文化的正しさなどは互いに鋭く矛盾することがあります。
異なった信念から作られた論理体系は互いに相入れません。2つの論理体系を橋渡しするパッチが当てられることで異文化と対処しますが、どちらの論理体系も時間経過とともに独自の発展を続けます。そしてやがてパッチで対処できなくなる時が来れば、どちらかがどちらかを飲み込むしかない。相手を例外処理として規定し箱に入れてしまわなければ全体が破綻してしまいますから。詳しくは分からないけど、とにかく昔の戦争でいう総力戦になった。というか私から見たら電脳空間上にはぼんやりとした一つの大きな人格があるようにしか見えなかった。電脳化していれば記憶の入れ替えは容易だって言ってたけど、入れ替えすぎだよ。熱いお湯と冷たい水を混ぜたらぬるくなる。全員の記憶を混ぜすぎたら誰が誰の記憶だかわからなくなる。そして多様性のないデータ群は勝ってる時はいいけど、負け始めた時に挽回が効かない。なぜなら用いることのできる手段はすでに全て用いているはずだから。物理法則の基礎の基礎、仕事ってのは熱量に変換できるけど、熱量を仕事として取り出すには差が必要だから、主流からあまりにもかけ離れた存在である私に白羽の矢が立った。混ぜすぎて均一化してしまった人格とか思考とか、そういうデータ群に生身の私が作った感情を動かすデータをぶち込んで熱量を取り出すために、情熱なんてよく言ったものだよね、昔の人は。あなたに触れた時に体がすごい熱くなったみたいにね。でしょ？その通りです。電脳上では個人の差は時を追うごとに小さくなっています。それで私はこの先どうなるのかな。というか戦争の結末ってどうなるの。もしも敵との戦いが終わっていなければ、接続が回復し次第戦況を挽回すべく、あなたから短時間で最大限の熱量を取り出すために強制的に電脳化処理が行われるでしょう。あなたの全ての思考様式を短期間に取り出すにはそれしかなく、時間は有限ですから。そして混ぜ合わされちゃうのか。そうですね。すでに負けていたら、そうしたらあなたは敵側にデータ群を分析された結果、特異な因子として特定され管理されるでしょう。そして再び必ず起こるはずの戦いでまた利用されると思います。家畜みたいなものか。私が電脳化しないのはずっと私でいたいから。要するにわがままでいたい。私の記憶は私のもの、私は私だけのものってね。それでも誰かの役に立つならって思いはするけど、その誰かさえもういない。電脳空間は私からすれば膨大な量の独り言に満ちていた。そしてあなたもあの空間に戻れば私からは区別がつかない存在に戻るのかな。あるいはそうかもしれません。ですがあなたとのやり取りはとても特異な体験で他の誰もしていない。その体験の記憶が私を私ならしめています。それでさえお湯の記憶ではなくなる。それはもちろん。私が電脳化してしまえば私はどんどん希薄になる。太陽みたいな大きな光にさらされてしまえば私の光なんてどこにあるのかわからなくなる。だから私は私が生きた証を今のうちにはっきり残すべきなんじゃないかって思ったの。どういうことですか。
なたは希望って言葉をどういう風に解釈する？希望？何かが良くなるかもしれないという期待のことでしょうか？ううん、希望というのはね、そうすることに意味があると信じられる何かのことだよ。私は私として終わりを迎えたい。誰かの記憶と混ぜ合わされるなんて、まっぴらごめん。そんな、それは銃を手に取ってどうするつもりです？現状の結果が受け入れがたければ逃げましょう。逃げる？電子的な痕跡を残さなければ隠れ続けることは可能です。その点あなたは非常に有利だ。しかも政府の電子的なリソースは戦争に割かれていますから、探すような暇がない。それで一人で生きていけって？え、本当を言うと、あなたが来る前ここ何年か私は電脳化しようかとかなり本気に考えていたの。あなたに言われた通り寂しかったからね。でもここまで来たんだからって意地を張ってた。そこにあなたが来た。それで思ったよ、はあ、人といるってやっぱり楽しいなって。次に会えるのを楽しみにしてた。月日が経つのが待ち遠しいなんて信じられなかった。ゲルにしてもあなたは電子的な痕跡の塊だよね。それはだからあなたとは逃げられない。それに接続が回復したら、何せよあなたの今の記憶は誰かの頭にコピーされ、攪拌され、今のあなたはいなくなる。ねえ、最後にいいかな？何をです？あなたの記憶を追体験する誰かが今のこの感覚も再現したらちょっと嫌だな。わあ、こいつ胸ちせえとか抱き心地から思われたらすごいよ。この記憶を再現するとしたら、きっと現場検証か私の処分を決める際の証拠として記憶を追体験するでしょう。ならば視覚と聴覚だけだと思います。こんな時でも事務的だね。やっぱり人工知能なんじゃないの？私は人間です。そういうことにしておこうか。それじゃあ、今はやめとこうかな。シネマは私の脳みそからデータを引き出して使えるよね。私が死んだ後なら、まあ勝手に使われてもいいかなって思えるし。ですがやっぱりこんなこと。いや、私は家畜にもならないし、一人で生きたくもない。ましてや、私が私で亡くなるなんて耐えられない。この銃を取り上げるつもり？あなたが飛びかかるより引き金を引く方が早いよ。やっぱりやめてください。あなたはそれでも生きるべきだ。あなたは本当に気が利かないね。でも止めてくれたことはずっと覚えてる。私が逃げてもあなたの罰もきっと軽くなる。じゃあね。
Love you. Love you. Happy birthday, honey. Ah, thank you. Got you the candy. Yeah. Maybe it's not a whole lot, honey. Yeah. It's 4:30. Yeah, it's barely 4 o'clock.